はい、皆さんこんにちは、月です。今日もご視聴くださいまして本当にありがとうございます。はい、排水口掃除です。先ほど土地整地をやってきました。ちょっと体力が半分ぐらい減ってますけど、なんかここから先ですね、ちょっと土が多分少ない気がします。前回まではですね、サイドのこう切り立った土がこう落ちてきて根っこをバッと張ってるって感じでしたけど、ここからですね、サイドがだいぶ低いですよね、まあ、言うても腰の高さぐらいまでになってるので、その分落ちてきてる土が少ないと思われます。なのでずいずいと進んでいけるように頑張りたいと思いますので、最後までお付き合いよろしくお願いします。はい、こんな感じですね。現在の位置はこちら、もうガードレールが目の前になってます。右を向くとですね、もう廃墟なんかはもうはるか後ろの方に、右後方に来てます。牛小屋のラインを今越えたぐらいだと思います。ちょうど田中さんが竹やぶの整備をしているあの第二の竹やぶの方ですね、そのラインのあたりまでやってきております。なんで竹置き場も結構後ろになりましたね。あ、すっきり。さあ、ここから土の量がどんな感じかな、根っこはどんな感じか、頑張ります。ここから先はちょっとヤブに入ってくるので、あと毒虫対策とですね、あとハチ、ハブ、バズーカ、ジェット持ってきました。今ちょうどもう時期的にちょっと遅いぐらいかな、女王蜂が宝石作りのためにですね、でっけえのが今ブンブン飛んでます。なんでそいつらだけはね、ちょっと普段の生活の中でもだいぶ恐ろしい存在なので、ちょっとしっかり対策していきたいと思います。こちらがまだ入ることが多いので、土砂を入れずに、こっちがあまり入らない方に入れていきたいと思います。ちょっと、ね、高さがありますけど、頑張ります。角だけの根っこですね。痛い。丸いの取れました。元はここですよ。ここわかります？これね、ここからこんなにぐるんぐるんしてます。土がすごい少ない。真ん中とか全然ない。葉っぱ、
この辺も四角だけばっかりですね。これで見えなかったですね。前回の動画も葉っぱが邪魔でしたよね。申し訳ない。今までで一番排水口入ってる、足の先が入るぐらい結構入ってますね。13分、全然めっちゃ進んだんですよ。2枚分進んだけど、もうちょっと行くか。重い、雨が、土が重たい。
い。疲れた。お、すげえ進んだんじゃない？はい、ありました。すごくないですか？今日3枚進んでる。1、2、3枚。ちょっとですね。すごいすごい。今回運んでる。あんまり土は今までに比べるとなかったんですけど、重たい。雨が重たい。いやー疲れた。大きい根っこもほんとないです。土の量が全然ですね。わかりますかね。もうほら手のひらと同じぐらいと上にちょっと葉っぱが乗ってるぐらいなんで、真ん中らへんはですね、もうクワをちょっと刺すと排水溝にゴンって当たるぐらいになりました。サイドがない分ですね、土の流出が少なかったのかなという感じで、ですが最後よしここまでと思ってクワを入れたとこにですね、いますよやつが。ほら太いのないですねって言っときながらここにいますね。さて問題です。この竹どっちに行ってると思います？こっちにこう伸びてるでしょうか、それとも最近の感じでこうね、あもう土伸びるとこないなっつってこうちょこっと出てますけど、いつもこう戻ってるのか、それともこっちに広がって反対側に行ってるのか、どう思います？この感じ。じゃあここまでヒントしましょうかね。私も分かんないですけど、こんな感じです。ここまではここからですね、ここから来てちょっとカーブしてます。さあこの先どっちに行ってるんでしょうか。この答えはですね、次回排水溝掃除をした時にお届けします。次の動画がですね、もしかしたら土地整地かもしれないし違う動画かもしれません。この答えがいつになるか分かりませんが、よかったらコメント欄に書いとっていただけると嬉しいです。よし、今日の根っこはこの分ですね。四角だけの根っこでした。これもね、上を切っておいたんですけど、切っておいたやつです。ですがまた新しいのが伸びようとしてますよ。ここにほら、ここに赤ちゃんがいますよ。ほら、ここに若いのが伸びようとしてますね。嫌になっちゃう。本当にめっちゃいますよ。ここにもあるし、ここにもある。いっぱい。ほら、ほんと4、5節ごとぐらいに若い芽が伸びようとしてる。そらやぶになるわな。水溝はこんな感じです。結構空いてます。ここ1空いてますね。もう足ぐねりますからね。ちょっとここ気をつけなきゃんですね。はい、ということで今日は結構進みました。ここからはこんな感じでちょっとスイスイ行きそうな予感もありますね。いや、でも体力持ってかれる。結構頑張った。無理なくまた次も作業やっていきたいと思います。で、次の動画、この排水溝掃除、また次アップするのいつになるか分かりませんけど、またあの根っこがどっち向きにいってるかなっていうのも想像しながら楽しみにしていただけると嬉しいです。ということで、もしよろしければ高評価、温かいコメントいただけますと励みになります。ではまた明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。